東京ドームです。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。読売ジャイアンツ対阪神タイガースナイトゲームの模様をご覧いただきます。この放送の解説は達川実夫さん、西田幸弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、します。そして連休裏の情報を伝えてくれるリポーターです。はい、こんばんは。我々二人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。お楽しみに。はい、楽しいリポートお願いします。さあ、試合開始の準備はすでに整っています。さあ、ジャイアンツの先発ピッチャー辻内、タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、タイガースの攻撃。タイガースの先頭バッター赤星、やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。昨シーズンの成績出ていましたが、3割1分7厘のアベレージ。今日の1投目、最初は外に持ってきました。ワンストライク。マウンドは先発ピッチャー辻内。さあ、次はどう攻めるか。低めインコース、ボールカウント1エンド1。昨年のタイガース、リーグ3位でクライマックスシリーズに進出しましたが、あえなく2連敗で終わっています。落ちる球できました。フォークで追い込んでいます。さあ、第4球、取りました。一塁送球、一塁アウト。赤星ショートゴロに終わっています。そして次の2番平野、左の打席です。この回はワンアウトになっています。何を投げてくるか。初球ストライクを取りました。今のは厳しい球ですよね。はい、ちょっとこれは今日のピッチング楽しみじゃないですか。ええ、その通りですよね。2番バッター平野、次の2投目。おお、これは見送ってボール。平行カウント1エンド1。昨年の数字が出ていましたが、2割6分3厘のアベレージ、そして打点の数は21となっています。決まりました。2エンド1。さあ、4球目、高め外れてボー、ツーツー。次が5球目、このストレートは入りません。フルカウントになっています。さあ、ツースリーになった。これはいい当たりだ。セカンドが抑えます。一塁に送ります。アウト。一塁アウト。平野、セカンドゴロに終わっています。次のバッターです。新井、右打席です。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。1投目、最初は見ていきます。ワンボールになりました。新井、今年で10年選手の仲間入りをしています。さあ、2球目、これも強い当たりだ。これは低い当たり。しかし、この打球は野手の正面でした。取った。これで3アウト。まあ、いい当たりでもね、これ正面ではどうしようもないですからね。はい、しかしいい当たりでした。1回の表が終了。タイガース3人で攻撃を終了しています。そしてタイガースの先発ピッチャー安藤、ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ジャイアンツの攻撃。バッター鈴木隆弘、まずは塁に出たいところ。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割飛んで4厘のアベレージ、そして打点の数17となっています。まずはストライク、枠いっぱいに決めていました。さあ、ジャイアンツ今日はどんな展開になるのでしょうか。2球目、ここは緩いカーブでした。ああ、思わずね、振ってしまったというところでしょうね。ええ、ボール球を振った今の場面です。さあ、勝負か、どうする。
これはそれました。ちょっと当たりそうでしたけどもね。はい、もう少しでバッターに当たるというようなボールでした。さあ第4球、打って取ってファーストへ、アウト、アウトです。鈴木ショートゴロに終わりました。そしてバッターは2番木村拓也。バッターは2番木村拓也。さあ最初の1球、初球空振りになりました。ワンナスイングです。ワンアウトになっています。次のボールは、このストレートは外れています。ボールカウント1エンド1。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割9分3厘のアベル、そして打ったホームランの数が7。強烈な当たり、ライト線に上がった。追っていく、追っていく、やっとライト線ワンバウンドヒットです。さあバッターランナーは一塁を回ります。さあ二塁間に合うか。ライトへヒットを打ちました。今のちょっとまっすぐが中に入ってましたからね。はい、そのストレートでは抑えられませんでした。ここで迎えるバッターは3番小笠原。ランナー返せるんでしょうか。先制のチャンスです。3番バッター小笠原。さあ初球はどうでしょう。初球インコースから入りました。ワンストライクです。先頭バッターは内野ゴロ。その後ツーベースを打たれています。これも鋭い当たり、伸びていった、伸びて伸びて一直線、先制のツーランホームラン。綺麗に捉えた。満員の東京ドーム、あっという間にライトスタンドに飲み込まれました。今ホームインしました。2対0。今のはどうでしたでしょうか、深川さん。今のバッターがね、読みが当たったという、そんなとこじゃないですかね。ですね。はい、2点先制します。いきなりリードを奪いました。次のバッターが入ります。ラミレス。2対0、ジャイアンツがリードしています。1投目はどうでしょう。最初は高めに持ってきました。ノンストライクワンボール。4番バッターラミレス、このボールはどうか。これは動けません。微妙なところを攻めてきます。初回からいきなりホームランを打たれています。次が3球目、これは外へ変化します。ワンエンド2になっています。先ほど去年の成績が紹介されていました。3割1分9厘のアベル、そして打点の数125となっています。今度は落としてきました。ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか。シュート三振、ボール球を振って空振り三振です。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。次のバッターはどうでしょうか。イスインオク、左打席に入っています。ツーアウトになっています。最初の1球、コーナーをいきなりついてきます。ワンストライク。すでに2点を奪われています。さあ2球目は、これは手を出させません。果たして3球勝負するのか。あっと空振り三振、3アウトチェンジ、空振りの三振に切って取りました。最後に空振りを奪ったただいまの三振です。
さて試合は2点差となって2回に入っていきます。2回の表タイガースの攻撃、4番からの打順になります金本。西田さんにお伺いしましょう。初回のピッチングはどうご覧になりましたか？いい感じの立ち上がりだと思いますよ。はい、この序盤のうちにペースを作っていきたいところなんでしょう。最初はストレートから来ました。ボールカウントワンストライク。初回をきっちり抑えています。今日のピッチング期待できそうですね。はい、さあ次はどこへ行く。落ちる球を持ってきました。ワンエンドワンになりました。ノーアウトランナーありません。辰川さんにお聞きしますが、ここはどうすればいいでしょう？この回でね、1点でも2点でも取りたいんですけどね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。バーッと高め、ワンエンドツーになりました。さあ最初のバッティングはどうでしょうか？バッティングカウントになった。外はどうか。ボールカウントワンエンドスリー。バッター金本、さあ5球目。高め。やっぱりこう高めにボールが浮いてますね。はい、確かにボールが高くなっています。 2-3 からの6球目。あっと強い当たり、セカンドへの打球、一塁に送ります。アウト。金本セカンドゴロに終わりました。そして次の5番リン。今日の1打席目になります。1投目、最初は外のボール、ワンナッシングです。ワンアウトランナーはありません。2球目、詰まった、詰まっています。三遊間の当たり、抑えた。ファーストへ送ります。さあヒットが出ました。リン、ショートへの内野安打になりました。さあ打順は6番となりました。鳥谷、左のバッターボックスです。この回内野安打でランナーを出しています。どこに出てくるんでしょうか。初球は変化球から入りました。これは全く手が出ません。ワンアウトランナー1塁です。次のボールは、ここはまっすぐ、2ストライク。さあ決め球を見せるか。バッと変化球、2エンド1です。さあ4球目、打っていった。ショート後方への打球、ショート後ろに下がります。これでアウトカウントが2つ。さあ西崎さんにお聞きしましょう。アウトを取りましたが、今のボールは、そうですね、フォークじゃないですか。ああフォークですか。そして次のバッターとなります関本、右バッターボックスに入ります。初球です。まず外から入りました。やっぱりボール球はね、見逃さないとね。はい、ここはボール球で空振りを取りました。関本、12回目のシーズンとなりました。あっと、これはよく見ました。変化球を続けました。ツーアウトになっています。3投目入りました。これで追い込みました。さあ次の4球目は、ここは落とします。平行カウント2エンド2。次が5球目、あっと打った。これはセカンドになります。取った、一塁へ。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあジャイアンツ、この後6番から始まります。2回の裏ジャイアンツの攻撃、返します。この回の先頭高橋由伸、初回からの失点、立ち直りを見せるんでしょうか。初球はどうでしょうか。初球は手を出しません。ワンボールになりました。
バッター高橋由伸、2球目はどうか。これは変化球決まりました。ワンストライクワンボール。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。次が3球目。これは大きな当たりだ。これは右中間に上がりました。ボールを追っていきます。フェンスに当たって跳ね返った。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ。さあ中継間に合うか。ツーベースヒット、ライトオーバーのツーベースヒット。打たれたのはスライダー、ちょっと甘かったんじゃないですかね。そうですか。でその球を打たれました。さあそして恐怖の7番バッター登場です。阿部、今日最初のバッターボックスです。いきなりツーベースのランナーを許しています。最初のボールは最初は見ていきます。ワンストライクです。2対0、ジャイアンツがリードしています。インコース低め、これは決まった。枠いっぱいに決めていました。さあどういう一球で遊ぶんでしょうか。これも強烈な打球、ファーストへの打球。さあ4投目、おっと今度変化球、カウント2エンド1。さあ5球目、打って転がっ抜けた、綺麗に抜けた。さあセカンドランナー三塁向けた。やはりチャンスに強かった。このまこれは本塁タッチアウト。これでワンアウトです。そして次のバッターを迎えます。坂本、今日の第一打席に入りました。バッター坂本、初球はどうか。初球見送っていきます。カウントワンストライクノーボールです。すでに2点を与えています。このボールはコーナーちょっと外れました。変化球で2つきました。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょう。2割5分7厘の阿部、そして本塁打の数も8となっています。コーナー綺麗に決まった。低めのピッチングが続きます。さあ第4球、これはスライダー 2-2。 次が5球目、詰まっています。高いバウンドになりました。抑えた。一塁に送ります。一塁はアウト、ランナーは二塁へ。坂本サードゴロに終わりました。そして次のバッターとなります辻内、左の打席です。ツーアウトになっています。どこから行くか。まずは初球見送りました。ボールカウントノーワン。このゲームの最初の打席になります。このボールはどうか。変化球決まってワンエンドワン。これも外めに行きました。安藤、今日は2回途中までを投げて許したヒットが4本、この回そのうちの2本がありました。3投目、ストレートできました。2エンド1、ここは追い込んでいます。さあ4球目、中への変化球外れました。2ストライク2ボール。さあ5球目、ストレート打ちました。右への打球になりました。取りました。スリーアウト、チェンジ。さあタイガース、この後8番から始まります。3回の表タイガースの攻撃、そしてこの回の先頭矢野、右の打席です。さあ今日の第一打席です。最初のボールは初球ストライク、ワンストライク。ジャイアンツファンでいっぱいの東京ドームから実況生中継で熱戦の模様をお送りしています。この球はどうでしょう。今度もまっすぐできました。西崎さんにお聞きしますが、このピッチングはどうご覧になってますか。いいと思いますよ。安定感もありますからね。はい、ここまではなかなかのピッチングできています。さあ3球目、これはまっすぐ。これで2ストライクと追い込みました。さあ4投目、
鋭い打球、これは低い打球、捕った、捕りました。矢野、ショートライナーに倒れました。打順が変わります。安藤、最初のバッターボックスです。安藤、今年で7シーズンとなりました。どこから行った、初球から入れてきました。ワンストライクです。まず先頭のバッターを打ち取っています。次の2球目、ここは見ます。ワンエンドワンになりました。この回はワンアウトになっています。3投目、外に決まりました。このストレートで追い込みます。次が4球目、落ちるボール打ってライン際際どいか、カウントはそのまま2エンド1。これは落ちるボール、サードへの打球、取った、一塁送球、一塁アウト。安藤、サードゴロに終わっています。ここで打順が一巡します。赤星、何を投げてくるか。初球狙って空振りです。ボールカウント1ストライク。2アウトになっています。2球目、変化球決まって2ナッシングです。落ちる球で2ストライク目を取りました。さあ追い込んだ、バーッと打ちました。これは三遊間、ショート取った、ファーストへ送ります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さあジャイアンツ、次の攻撃は打順よく1番から始まります。3回の裏、ジャイアンツの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。鈴木隆弘、第1球打ちました。これでアウトが1つ。鈴木、キャッチャーフライに終わりました。次のバッターです。木村拓哉、左のバッターボックスです。どこに出てくるんでしょうか。初球を投げてストライク、ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ワンアウトになっています。2球目はどうでしょう。ストレート、あっと抜けた、抜けました。さあランナーがここで出ます。木村、センターへのヒットが出ました。そして次のバッターを迎えます。小笠原、3回目はワンアウト、どう組み立ててくるか。初球ストライクを取りました。枠をいっぱいに使ってきます。ワンアウトランナー一塁、どこに構えるか。あっと痛烈な当たり、これはファースト取って二塁はフォースアウト、一塁転送間に合うか、一塁もアウト、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。3回を終了、ジャイアンツ最後はダブルプレイに終わりました。4回の表、タイガースの攻撃、先頭のバッター平野、先頭バッターとして塁に出たい、このバッターボックスです。まずは初球、ストレートを打って、これは1、2塁間、抜けた、抜けました、ヒットになった。さあ辰川さん、今のバッティングはどうでしたか。まあ今のコースはね、初球で手を出すコースじゃないんですけどね。はい、ワートランナースタートしました。ランナーを援護します。セーフ、盗塁成功。さあリプレイがあるようです。スチールの場面でした。ここでスチール成功、塁を進めました。辻内、今日の3回までのピッチングで許したヒットが2本、この回1本打たれています。バッター見送りました。ワンエンドワン、いきなりランナー2塁としています。さあ3球目はどうか、まっすぐ持ってきました。2ストライク1ボール、さあ次の4球目は、またストレートできました。カウント2エンド2、次が5球目、フォークできました。 2-3 まで来ましたよ。はい、この球はどうか。あー、ファーボール、今日最初のファーボールとなります。
そして次の4番金本、ランナーを返したいこの場面となりました。この前の打球はいい当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。本当に行って抜けた、間をきれいに破りました。さあセカンドランナー3塁を回ります。さあヒットが出ました。今セカンドランナーホームイン、2対1。さあタイムリーが飛び出した。そしてバッターは5番リン、同点のチャンスに打順が回ってきました。どこから行く、初球スライダーで入りました。カウント1ストライクノーボールです。2回の第1打席、ショートへのヒットを記録しています。2投目は高めのボール球振っていきました。ツーナスイングです。3球で決めてくるか、あっと強い当たり、これは低い当たり、打球はレフトへ上がってどうだ、これは取れない、ワンバウンドヒット、打ったバッターはセカンドへ、ボールは中継のショートへ、セカンドランナー今ホームイン、タイムリーツーベースヒット、2回に追いつきましたタイガース、同点になりました。さあ得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。同点となったこのゲーム、このままリードを取っていけるんでしょうか。そして6番鳥谷、その注目のバッターボックスです。まあバッター俊足ということでね、その辺見たいですよね。はい、その足を生かしたバッティングとなるんでしょうか。最初は内から入りました、ノーワンです。この試合フォアボールの数が1となっています。2球目です。あっとバッター危ない、インコースインコースときました。1球2球と続けてボールを投げてきました。6番バッター鳥谷、3球目はどうする、変化しました、これはショートの上、後ろに下がる下がる、落ちた、センターの前に落ちた。さあヒットが飛び出した、セカンドランナー3塁を蹴った、3塁ランナーホームイン、3対2逆転成功タイガース、初めてリードを取りました。ジャイアンツ今日最初のピッチャー交代です、山口。まあこの判断はいいと思いますけどね。1点リードされた場面での登板となります。タイガース打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。そして7番関本、さあバッターボックスです。まあ下位打線なんですけどね、すごいバッティングをねしたいですよね。はい、まあ守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。最初は見ていきます、ワンボールになりました。3対2、この回ゲームがひっくり返りました。逆転です。第2球見送った、147キロです。7番バッター関本、さあ3球目ストライクになります。2エンド1、さあ4球目打って、これはダブルプレーコース、サードランナーがいるが二塁フォースアウト、一塁もアウト、4-6-3のダブルプレー、4回に1点を加えます。点差は1つ増えて2点差になっています。次のバッターに変わります矢野、これが2回目の打席。1投目強烈な打球、初球しっかり捉えた、この打球はレフトへの当たり、ワンバウンド来た、落ちました。タイガース今日放ったヒットの数が6となっています。さあランナーが出ました、安藤、このバッターでこの回8人目となります。1投目はどうでしょう、初球から低めを攻めています、タイミングが合いません。バッター安藤、さあ2球目は低めの球が打ちに決まります。ここは追い込んでいます。一気に来るか、あっと今度は外、2エンド1です。次が4球目、大きく外れました。さあ何を見せるか、スリーアウトチェン、まっすぐの球当てさせませんでした。これが今の三振です。さあジャイアンツこの後4番バッターからということになります。
4回の裏ジャイアンツの攻撃、この回は4番から始まります。ラミレス、ベネズエラ出身、最初のボールは初球大きく外れています。ノーアウト。今日奪った三振の数は2となっています。第2球緩いカーブ、続けてボールになりました。ここまでのジャイアンツ、序盤3回は残塁に、そして中盤4回の攻撃となります。内へワンツー、いいところへ決めてきます。4回の裏ジャイアンツの攻撃、バッティングカウントからの4球目、振りません、ストライク、ツーツーです。次が5球目、これは大きい、強い当たり、行ったか、これは行ったぞ、ライナーで飛び込んだ、ホームランです、ホームラン。ここで一発が出ました。変化球打ち返した打球はレフトスタンドに消えていきました。そして今ホームイン、4対3、ベンチ前ラインとタッチ、1点を返します。これで1点差になりました。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。これで1点差に詰め寄りました。打順が変わります。イ・スンヨク、左のバッターボックスに入ります。さあ初球外に来ました。ボールカウントワンストライク、アンドすでに許した安打の数が6となっています。2球目、これはスライダー、カウントワンエンドワン。この回先頭打者にホームラン、1点を奪われています。3球目、今度もいい当たり、打球はセカンドへ、取りました、1塁へ送ります。アウト、アウトです。イ、セカンドゴロに倒れました。そして次の6番高橋由伸、1投目、まずはボールから入りました。バッテリー1球外してきました。先頭打者に本塁打、その後は内野ゴロに終わらせました。次の2投目、変化球ストーンと落ちてきました。ボールカウントワンエンドワン。ここまで3点を与えています。さあ3球目はどうか、変化球できました、ワンエンドツーです。バッターは6番高橋由伸、バッティングカウントになったが、これも強烈な打球、打ち上げてセンターへの打球、下がる下がる下がる、高橋センターフライに終わりました。下位打線に回ります。阿部、この前の打席ライトへのヒットを記録しています。どう組み立ててくるか、まずはコーナーをついてきます。枠をいっぱいに使ってきます。阿部、今日のゲームは1回出塁しています。第2球はどういく、ここは見送ります。平行カウントワンエンドワン。これが2回目のバッターボックス、次が3球目、決めてきます、2エンドワン。さあ4投目、空振り三振、スリーアウトチェンジ、変化球でスイングアウトの三振を取りました。さあタイガース、この後1番からの打順となります。5回の表タイガースの攻撃、この回はトップから始まっていきます。赤星、どこから行くか、まずは初球見送りました、ワンボールになりました。攻撃中のタイガース、先ほどの回は残塁が1、しかし4点を入れています。
インコース打ちました。ショートです。一塁へ。あー、アウト。赤星ショートゴロに倒れました。次のバッターはどうでしょうか。キラン、これが今日3回目の打席。何から持ってくるか。初球振りません。一球外しました。キラン、今日は1回塁に出ています。さあ2球目、外のボール、ワンエンドワンになりました。先ほどの第2打席、ライトへのヒットを打っています。3投目、スライダーを持ってきました。ボールカウント2エンド1。さあ次の4球目は、主審の手は上がりません。2-2。さあ何を見せるか。アウトコース打って左へ、下がった下がった。打球はレフトの前に落ちた。落ちました。さあ今のバッティングなんですが、勝川さん、でもいい変化球でしたけどね。もうバットが最後までついていってましたね。ファーストランナースタート、見送ってストライク、盗塁成功。さあ今のスチールです。ワンアウトの場面、盗塁を決めています。山口、今日は1回と3分の1を投げて打たれたヒットに打った。打球はセカンド後方へ。今のは押されましたね、力でね。はい、今のは完全についていけませんでした。そして打順が変わります。金本、金本、一度の出塁がありました今日のゲームです。どこに入れてくるんでしょうか。まずは見送りました。カウントノーワン。これが3回目のバッターボックス。さあ2球目、この打球はショートへのゴロ。これでチェンジになりそうです。一塁を送ります。一塁はアウトで3アウト、チェンジになります。5回の表が終了。タイガース2得点で攻撃を終了しました。5回の裏、ジャイアンツの攻撃。ジャイアンツのトップバッター坂本、右バッターボックスに入ります。初球です。初球は手を出しません。ワンストライクノーボール。安藤、今日の4回までのピッチング、許したヒットが6本、そして3失点できています。さあどうでしょう。座本、直球で追い込みました。ピッチャー有利になったか。外のボール球打っていった。左への打球になりました。取ってワンアウトになりました。坂本、サードフライに終わりました。ピッチャーに回ります。山口、この回はワンアウトになっています。どう組み立ててくるか。最初から際どいコースを狙ってきました。ワンストライク。この回は先頭バッターを打ち取っています。さあ第2球、外へ、これで追い込みました。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。ボールになります。ボールにしてきました。さあ第4球、低いボール、これは高いバウンド、抑えた。一塁に送ります。山口、セカンドへの内野安打になりました。そして次のバッターを迎えます、鈴木隆弘。この試合の奪三振の数が3となっています。まずはストライク、ワンナッシングです。3回の2打席目、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。変化球、タイミング合いません。これボール球をね、振ってますのでね。あ、ボール球ですか。それを振っていきました。際どく攻めるのか。あっと打った、抜けた、抜けました。中継のショートへ、鈴木レフトへヒットを打ちました。そして打順が変わります。木村拓哉、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。3回の第2打席、2打席連続のヒットを放っています。
初球は変化球当たりません。ちょっとタイミングが合っていません。安藤、今日は5回途中までを投げ、許したヒットが8本、この回は2本がありました。外のボール、ボールなんですけどね、バット出ましたよね。なるほど、そのボール球を振ってしまいました。果たして3球勝負するのか。3球三振、見逃した。3球でピシャリと抑えます。アウトが2つになって次のバッターになります。小笠原、同点のチャンスに打順が回ってきました。1球目は空振りです。ボールカウント1ストライク。さあ3回目のバッターボックス、2球目はどうでしょう。コーナーへ決まります。カウント2ストライク、ノーボールです。さあ決め球を見せるか。外を、外を続けています。さあ4球目、この高めはボール、2エンド2になりました。さあ5球目、落ちる球できました。ボールカウント 2-3。さあどうだ。さあランナーがスタートします。変化球打ちました。取った。一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。5回を終了、ジャイアンツランナー2人残塁です。この回もヒットが出ています。東京ドームは6回の表、タイガースの攻撃、5番からの打順になります。リン、左の打席です。初球はどうか。低めから攻めていきます。ワンナッシングです。リン、今日は2回塁に出ています。2球目はどう攻める。ストレートできました。ツーナッシングです。さあ追い込んだ。まっすぐ持ってきました。2エンド1。さあ4球目、今度もまっすぐできました。2-2です。次が5球目、これはボールになります。2ストライク3ボール。さあフルカウントになった。いい当たり、セカンドが取ります。ファーストへ送ります。一塁、楽々アウトです。リン、セカンドゴロに終わっています。そしてバッターは6番鳥谷。さあ第1球、初球ボール、バッテリー外してきます。鳥谷、今日は1回塁に出ています。さあ2球目はスライダー、これは大きく外れてボール2つになりました。ワンアウトになっています。さあ3球目は今度はインコースに持ってきました。ボール3にしています。ちょっと簡単に3ボールになりましたね。はい、やはりここは歩かせてはいけないと。はい、バッター鳥谷、次の配球はまっすぐが決まりました。148キロです。山口、今日は2回と3分の1を投げて許したヒットが2本、失点なしのマウンドです。膝元へ決めてきました。ボールカウント 2-3、 2ストライクまで来た。当てただけ、左への打球です。まあ引っ掛けたと思いますけどね。取って2アウト。鳥谷、サードフライに倒れました。次のバッターです。関本、この前の第2打席、セカンドへのダブルプレーに倒れています。最初はインコースから来ました。ワンストライクです。バッター関本、どう攻めるのか。アウトコース、平行カウント、ワンエンドワン。これが3回目のバッターボックス。3球目決めてきました。ツーエンドワンになりました。
次が4球目。あっと打ちました。これはピッチャーの横、取った、一塁へ。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。6回の表までゲームは終了しています。タイガース3回目の三者凡退に倒れています。6回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッターラミレス。さあ初球はどうでしょう。高めから入りました。ノーワンです。ノーアウトランナーなし。辰川さんにお伺いしましょう。ジャイアンツのこの後の展開なんですが、まだ最少得点差ということでね、まず同点、できれば逆転でしょうね。はい、ここはどうしてもランナーを出さなくてはいけません。ええ、この変化球は入りません。ボールが続きました。3球目はどうする。外外ときました。ここでストライクを入れてきます。先ほどの2打席目ソロホームランを放っています。さあバッティングカウント、変化球を打っていった。これはセカンド取りました。一塁へ送ります。これは一塁アウト。ラミレスセカンドゴロに終わりました。さあ1球目、その初球ボールになりました。際どく外れた。ここまで3点を失っています。次の2投目、ストレート枠いっぱいに決めていました。6回の裏ワンアウトになっています。さあ3球目、ここは変化球。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。しっかり振って空振りです。次の4球目、変化球外を狙いましたが入りません。ちょっと外が続いてますよね。はい、外へ持ってきました。さあ5球目、あっとスイングアウト。変化球決まって空振り三振です。さあバットが空を切った場面、もう一度ご覧いただきましょう。そして次の6番高橋由伸、左の打席に入っています。さあ初球をしっかり叩いた、打ち上げてセンターの打球、懸命に追いかけます。取って3アウトチェンジ。さて試合は1点差のままラッキーセブンに入っていきます。ジャイアンツこの試合2回目のピッチャー交代です。藤田1点差の場面での登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。7回の表タイガースの攻撃、タイガースのトップバッター矢野、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。さあどこから来るか。初球高めに来ました。これは手を出させません。点差変わらず1点差、タイガースがリードしています。2球目はどう攻める。これはカーブでしょうか。ボールカウント1エンド1。4回の2打席目、レフトへのヒットを放っています。3投目、さあ次の4球目はインコース外れて2-2。次が5球目、変化球打って打球はセンターへ上がった。センターの前ワンバウンドしました。ノーアウトからヒットが出ました。タイガースヒットの数を8としています。これ代打ですね。さあホームランの欲しい場面、タイガースここでとっておきのピンチヒッターを送っていきます。キアン7回表ノーアウトです。ノーアウトでランナーを出しています。第1球です。まず高めのボール、ワンボールになりました。
この回ヒットを打たれています。第2球はどういく、外へ持ってきました。ワンエンドワンになりました。ヒアン17回目のシーズンを迎えています。さあ3球目打ってファウルです。さあ4球目変化球、高いバウンドになりました。この打球はファウルになります。2エンド1変わりません。これはもうカウント2エンド2。さあ6球目はどうする、外のボール、よく我慢してますよね。はい、さあ粘っていくか。カウントはまだフルカウント、依然フルカウント、粘ってフォアボール、フォアボールで一塁ランナーは二塁へ、これで二塁一塁です。そして打順がトップに帰っていきます。赤星今日4回目のバッターボックスに入っています。まず初球、最初からコーナーをついてきます。ワンナッシングです。自ら得点圏にランナーを進めています。次の第2球、ストレートを外れました。平行カウント1エンド1。5回の3打席目、ショートゴロに終わっています。さあ3球目は、これはボールです。ボールカウント1エンド2。先頭バッターにヒット、その後フォアボールで歩かせました。さあバッター有利か。ここは送りバント、ピッチャー取りました。ファーストへ、一塁ワンコ、これでワンアウト。そして2番平野、その注目のバッターボックスです。やっぱりチャンスでね、いいところに回りますよ今日バッティング。初球あっと弾いた、弾きました。さあこれはどうか、まだ余裕がありました。アウトです。平野ファーストゴロに終わりました。そしてクリーンアップという場面、新井、さあバッターボックスです。この終盤という状況でね、1点差よりは2点差、2点差よりは3点差ですからね、ヒット欲しいですよね。はい、この場面は絶対得点したい。最初はストライク、ワンストライクノーボール。この回結構投げてると思いますけどもね。2球目はどうか、ストレートできました。ツーストライクノーボール。3球で決めてくるか。あっと打った、ショートバウンドになった。ファーストへ送ります。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。残念ながらね、あと1本続きませんでしたね。はい、残念な結果に終わりました。7回の表が終了、タイガースワンアウト3塁2塁は結局無得点に終わっています。タイガース2番手ピッチャーを送ります。アッキスは1点リードの場面でマウンドに上がります。さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。7回の裏、ジャイアンツの攻撃。ジャイアンツの先頭バッター阿部、7回の裏ノーアウト。まずどこに構えるか、まずはボールから入りました。ノーワンです。バッターは7番阿部。次の2球目、ストライク。1球2球と外へ行きました。7回の裏、ジャイアンツの攻撃。さあ3球目、鋭い当たり、これはファーストになります。取って、ファースト取って、これはアウトです。阿部ファーストゴロに終わっています。そして次の8番坂本、右の打席に入りました。どこから攻めるか、最初は見ていきます。ボールカウントワンストライク、ここもまずワンアウトにしています。次の第2球、これはストライク、カウント2ストライクノーボールです。次の配球は高めはボール。今のはバッターがよく見ましたよ。はい、確かに際どいボールでした。次の4球目、サードライナーに倒れました。これ代打いきますね。点差を縮めたいこの場面、ジャイアンツここはこの人に任せます。代打です、谷。
ートになっています。どこに入れてくるか。まずは見送りました。ワンストライクノーボール。谷、今年で12回目のシーズンを迎えています。2球目はどうでしょう。打ちいっぱいに決まります。ボールカウント2ストライク。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。外のボール手を出した。これはセンターフェアになる。さあ2アウトからランナーが出る。このタイミングはどうか。ツーベースヒット。谷、レフト線へのツーベースになりました。さあランナーが一人出ました。鈴木隆弘。さあ同点のチャンス。その一振りで追いつけるんでしょうか。トップバッター鈴木隆弘。さあ初球。初球振りません。この球は入りません。この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後ツーベースヒットを許しています。今度もストレートで来ました。カウント1エンド1。セカンドランナー帰れば同点ということになります。さあ次の3球目、外に決まりました。ボールカウント2エンド1。次が4球目、変化球は入りません。まあ低めに集めてるって感じはするんですけども。はい、低めに投げてきました。さあ何を見せるか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。結局空振り三振に終わりました。ゲームは7回の裏を終了。ジャイアンツ得点はありませんでした。ジャイアンツ4番手のピッチャーに変えてきます。トヨタ1点リードされた場面での登板となります。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表タイガースの攻撃、5番からの打順になります。金本ダメ押し点、そのきっかけを作っていけるんでしょうか。大きな打球になった。伸びていって一直線で飛び込んだ。ホームラン、バッターの勝ち。ぐんぐん伸びた打球は一瞬のうちにライトスタンドに吸い込まれました。8回の表ホームランが出ています。ちょっと勝利が見えてきたか。今ホームインしました。5対3。さあ達川さん、今のバッティングはどうでしたか。でもこの回を抑えればね、まだ次の攻撃でどうなるかわからないっていう面もあるんですけどね。はい、1点を追加、その差を2点にしています。そして次の5番リン、8回の表ノーアウトです。さあ1投目、これも痛烈な打球。これは低い打球。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、セカンドゴロに倒れています。直球で決めました。ツーナッシングです。あ、山口さん。はい。三塁側です。はい、どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは内側のストレート、入ればラッキーと思って思いっきりスイングしましたというお話をいただきました。それではお返しします。はい、ありがとうございました。カウントは2ストライクのまま、わずかに外れて2エンド1。ストライク狙ってきたんでしょうか。この6球目、ストレート。ホームランの後はしっかり三振取りましたよね。はい、ここで三振を取りました。そしてバッターは6番鳥谷、左のボックスに入っています。今日4度目のバッターボックス。第1球、初球ボール、ボールにしてきました。すでに1点を許しています。第2球、ドンピシャのタイミング、打球は1、2塁間へ。しかしこれはファーストが抑えています。アウトだ。華麗な守備を見せました。いい当たりでしたけどね、この守りでは仕方ないですね。本当硬い守りでした。さあリプレイでご覧いただきましょう。そして次の7番、関本、8回の表ツーアウトです。ツーアウトになっています。第1球です。最初は低めに持ってきました。ワンストライク。さあ今日のバッティングなんですが、3打数ノーヒット、ここまでまだヒットがありません。今度はストレートを持ってきました。さあ追い込みました。
次の配球は外、外れてボール、2エンド1になりました。さあ第4球、ナップスイングアウト三振、スリーアウトチェン、ボールの球、スイングアウトの三振です。ゲームは8回の表を終了、タイガース1点を追加、5対3点差を広げました。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッター木村拓哉、最初の1球は成田、最初から際どいコースできます、わずかに入りません。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、どこに構えるか、インコース変化球決まりません、ツーボールになりました。ここまでのジャイアンツ、ヒットが9本、3得点という今日のゲームです。タイガースがリードしています。これは足りません、今のを見逃せばね、高めのボール球ですよ。はい、それで空振りになりました。今日4回目のバッターボックスに入っています。バッティングカウントになった、緩いボールできました。まああれだけ外に配球が来ますとどうしても踏み込めますからね。はい、外中心のピッチングになっています。次が5球目、ストレート三振、トップバッターは三振に倒れました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。打順は次に変わります。小笠原、8回裏ワンアウトです。まず初球、初球から打った、打球はファーストへ、ファーストが取ります、アウト。小笠原ファーストゴロに終わりました。次のバッターに変わります、ラミレス。8回裏の攻撃、2アウト、最初の1球、その初球は低いボール、枠いっぱいに決めていました。このゲームの解説は達川光雄さん、石崎幸弘さん、お二人でお送りしています。2球目はどうか、バットに当たりません。でも力強いね、スイングしてますよね。はい、大きな空振りでした。一気に来るか、これは見送りました。ここはバットを出しません。次の4球目、これも強い当たりだ、打球はサードへ、取りました、一塁へ、一塁、これは余裕でアウト、これでスリーアウトチェンジです。さあタイガース、この後8番から始まります。9回の表、タイガースの攻撃、この回の先頭バッター矢野、チャンスの目を出してダメ押し点を導いていけるんでしょうか。初球見送っていきます、ワンストライクです。矢野、この試合の出塁は2回あります。2球目はどうでしょう、カーブできました、カウント2ストライクノーボールです。さあ一球様子を見るのか、ガッといい当たり、これはサード、取りました、一塁送球、アウト、一塁アウト、矢野サードゴロに終わりました。これ変えますかね、ああ変えますね。さあ一発が欲しいこの場面、タイガースピッチャーに回ったところで代打を告げました、高橋光信。この回はまずワンアウトにしています。何から持ってくるか、変化球を打っていった、ファールになりました。豊田、今日は1回と3分の1を投げて許したヒットが1本、失点は1という成績です。外、外への変化球、2ストライクノーボール。際どく攻めるのか、外を、これは外に3つ持ってきました。次が4球目、カウントはそのまま2エンド1、バーッと打ちました、セカンドの前、セカンド取った、一塁に送ります、一塁はアウトになります。さあいよいよクローザーが登場します。
そしてバッターは1番赤星、左打席に入っています。点差変わらず2点差、タイガースがリードしています。まず外から入りました、ワンストライクノーボール。今日は送りバントもありました。どう攻めるのか。内へ、低めに変化しました。ツーナスイングです。遊び球はあるのか。高めのボール打ちました。センターに上がった。取って、これで3アウト。9回の表を終了。タイガース三者凡退に終わっています。タイガース3番手ピッチャーをマウンドに上げます。藤川、この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回、どんなピッチングを見せるのか。9回の裏、ついに最終回を迎えました。トップバッター、イ・スンヨ。さあ最終回、この打席に試合の行方がかかっています。まず際どいコースをついてきました。この球は入りません。イ・スンヨ、8回には素晴らしいビッグプレーを披露しました。入りました。まあスイング自体はね、いいと思いますよ。はい、ここは大きな空振りになりました。6回の3打席目、空振りの三振に倒れています。さあ3球目、変化球、ここは追い込んでいます。次の4球目、低め打ってプロアラインには取った。このままキャンバスを踏んでアウトになります。次のバッターはどうでしょうか。高橋由伸、最終回の裏ワンアウトです。まず初球打った、一二塁間の当たり、一塁間を破った。さあランナーが出ました。ライトへのヒットになりました。今のまっすぐは伸びありましたね。はい、その球をヒットにされました。この前の当たりは芯で捉えたんですが、ファーストゴロに終わっています。いい打球が行ってましたけどね。最初のボールを決めました。150キロです。このゲームはここまで3打数1安打。次の第2球、この外のボールはワイエンドワン。ヒットでランナーを出しています。さあ3球目は変化球、低めに持ってきましたがボールになります。ワンツー、バッター阿部。さあ牽制、先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。さあストレート打ちました。これもライトへ持っていった。ちょっと勢いがないか。これでアウトが2つ。阿部ライトフライに終わりました。そして次のバッターとなります、坂本、右の打席です。バッター坂本、抑えて勝利とするのか。初球ストレートできました。ボールカウントノーワン。3打数でノーヒット、まだヒットはありません。これはスライダー。やっぱりボール球はね、見逃さないとね。あ、ボール球ですか。それを振っていきました。これが4回目の打席。さあ次の3球目、これはストライク。丁寧なピッチングを見せています。これで終わるか。あっと三振、試合終了。外のボール見送って三振です。この試合は5対3タイガース、ジャイアンツを破りました。最後までリードを守りきりました。勝利監督を迎えてインタビューが行われています。さあ巨人対阪神、ご覧いただきました。今日のゲーム解説は達川光男さん、石崎幸弘さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポートの2人もお疲れ様でした。どうもありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。